リーグレスリング WLW の司法が WLW 世界ヘビー級のベルトであります。現チャンピオンは第10代の王者森島武史。その森島武史から先週 3.6 日本武道館で勝利を奪った泉田潤、いきなりいった、森島がいきなりいった、エルボーを放っていく、森島がいきなり行きました。さあ今ロングが打ち出されました。さあ森島が一気加勢に攻めていく、エルボー連発だ、そしてレフリーを飛ばした、そして顔面へのキック組みつけていきます。解説はスターネスのエース、グローバルハードコアクラウン初代王者の秋山潤選手です。秋山さん、はい、森島がいきなり行きましたね。そうですね、森島やっぱりあの膝が悪いんで、はい、やっぱり彼は短期勝負をかけてると思うんですけど。あ、なるほどね、はい、あの先週の 3.6 日本武道館でもその右膝を抑えられての逆片指固めで敗れました、はい、この辺りっていうのはどうなんですか。いや、やっぱ悔しいですね。バックドロップ、その屈辱というのを晴らすのはこの試合ということになりますよね、はい、バックドロップをいきなり放ってきました。あのこの右膝の状態というのは秋山さんが戦ってみてもどうなんですか。いや、もうかなり悪いと思いますね。あ、そうですか、この右膝の状態が悪い、あーっとその右膝を狙ってきます泉田です。悪い中でのさっきバックドロップ一発放ったんですが、あのあたりいかがでしょう。いや、申し上げしてはもう本当に足こうやって攻められる前に、はい、なんとか勝負を決めたいというところです。そうですね、 3.6 日本武道館ではチャンピオンとしてリングに立ちながら逆片指固め、わずか8分54秒で敗れています。そして泉田は訴えました。足が悪いかどうかわからないけども、チャンピオンなんだからいかなることがあっても負けてはいけない、だから俺が挑戦してやる、飛ばされています。そして今日のこの試合が実現しています。泉田が飛んできた、泉田が飛んできた、トペを完工した、39キロが一直線に飛んでまいりました。このベルトを奪って、そしてベルトを手土産にしてスターネス入りをしたいんだというこの泉田なんですが、一直線に飛んできましたね、はい、いや、かなりやる気は入ってる、秋山さんとしてはどうなんですか。スターネス入りを訴えてますけども、いや、とりあえずね、はい、ベルトのことを考えた方がいいですよ。あ、なるほど、はい、そのベルトを奪ってからじゃあそのスターネス入りについては考えると。いや、もうベルトを奪えばもちろんその、はい、あの入るのは全然問題ないですけども、はい、ただ考えるのはやっぱりこの一戦について、はい、2頭追うのは1頭もいいですね、はいはいはい、まずはこのベルト奪取、はい、それが自らの野望の足がかりになるわけですね、はい、さあその泉田なんですがもう完全に流れを掴んでますよね。そうですね、森島はやっぱり足攻められると、まあ、この前もそうだったんですけど、はい、動きが完全に止まっちゃうんで、はい、その足を攻められています森島武史、苦しい状況が続きます。去年の 9.12 日本武道館であのロン・ハリスと戦って第10代の王者になりました。自身初のシングルのベルトを掴んだ森島武史、しかしブーイングの中でのベルト奪取となりました。そして 11.1 日本武道館、モハメド・ヨネを相手に初防衛戦を果たしました。その初防衛を果たしたその戦いは絶賛の嵐、絶賛の拍手に包まれていました。そして今宵が2度目の防衛戦ということになりますが、非常に苦しがっています。右膝の状態かなり悪いようですね。まああのまあ、試合を言い終わった後聞いたんですけど、はい、靭帯が切れてるみたいですね。あ、そうなんですか。普通だったら、まあ、手術とかそういう状況なんじゃないですかね、はい、まあ、彼も、まあ、そのチャンピオンとして、ね、やっぱり責任がありますので、はい、そういう状況でもやはりチャンピオンは戦わなければいけないわけですね、はい、しかしそれにしても苦しい状況が続いています森島武史です。そして森島の体重130キロあるんですが、その130キロを支えなければいけないというところもやはり苦しいですよね、はい、さあその森島が苦悶の表情を浮かべながらと顔面ハイキック受けています。そしてあリングに叩きつけていきます。さあカバーに入った、カウンター2です、気合を入れます。
この森島と泉田はノアになってからのシングルは一度しか対戦がありません。去年の10月19日京都での戦いでした。その時には15分41秒、バックドロップからの片指固めで森島がこの泉田を破っています。さあ右膝です。もう泉田の攻め方としてはもうこれでいいわけですね。まあ、5分怪我。試合時間は5分を経過してきました。60分の一本勝負です。さあ場外に倒れていますチャンピオンである森島、その森島を泉田が追っていきます。さあ森島を捉えて、そしてあっと先に振っていきます。足が低い音がディファーリアクに響いています。森島はこれをどうしたらいいんでしょうという状況では、そうですね、なかなか難しいですよね。本当にあの動けない状態なんでね、急に足痛いんじゃなくて本当に靭帯が切れてるんで、早い動きとかなかなかできないんですよ。なるほど、はい、力技には定評があるこの森島なんですが、それもやはり威力としては半減してしまいますよね。相手の技が来るのをやっぱりかわすとか、そこからやっぱり突破口を見出すか、一発大きいのを本当に我慢して一発いくかでしょうね。さあそのチャンスをつかむことができるんでしょうか。執拗に泉田は右膝を攻め続けます。さあガーッと絞っていく。さあこの体勢は先週 3.6 日本武道館で敗れてしまった逆片指固めの体勢に行こうというところだが、これはうまく膝固めの方に行ってますか。うん、でもどちらかというとあの片逆エビの方が膝には効くと思うんですけどね。はい、まあ、でも森島の場合もどうやっても効くと思いますよね。今の状況では、今の状況だったら、まあ、それぐらい悪いと思います。そしてこの WW の選手権試合の今後の予定なんですが、 3.26 アイオワ州シャリントン大会でこの森島泉田の勝者対リック・スタイナーの試合が予定されています。かつてスタイナーブラザーズを結成して NWA 世界タッグ王座、 IWGP タッグ王座、 WWF 世界タッグ王座、 WCW 世界タッグ王座を獲得したリック・スタイナーとの戦いがもうすでに予定されている。さあその戦いをするのは果たして森島なのか泉田なのか。その森島が右膝を鉄柱で叩きつけられています。もう完全に泉田が流れを掴んでますよね。そして泉田なんですが、ちょっと口のあたり血を流してます。切れてますね。さあ流血をしながらも、しかし依然としてこの泉田が試合を有利に進めています。さあ苦しい状況になりました。叩きつけられています。さあその激しい気遣いが聞こえてきます森島武史。そして泉田がエプロンサイドに上がってきました。さあ赤コーナートップに登っていくのか。四つん這い状態の森島に対して泉田139キロその体を利用して、あーっとタイミングヘッドバット、頭を叩きつけました。そして片指固めカバーに入った。どうだ、なんとか左肩を上げています。この辺り上げてくるのはやっぱりチャンピオンの意地。そうですね、もう非常に苦しい時間帯が続いています。今度はヘッドバットを打ってきました。バックを捉えた。ジャマンスープレックスの体勢だ。なんとかこらえています。背中に本間一発落とします。そしてあーっとヘッドバット、ガツーンという音がこのアリティファー有明に響き渡りました。そしてバックを捉えます。さあ泉田のジャマンスープレックス投げっぱなし。この技珍しいんじゃない。珍しいですね。いやでも今日はいい顔しますよ、泉田選手ですか。さあこの WLW のベルトを果たしてこの試合の後巻くのは森島なのか泉田なのか。泉田が負けば自身初のシングルのベルトということになります。さあ今度はニュートラルコーナートップに上がりました泉田。そしてリング中央に向かってダイビングヘッドバット2発目、
これは右膝、膝に入りましたね、そして両手を広げました。とどめにかかるんでしょうか。さあ森島の足を捉えて、あっとこれは逆片指固めに入りました。 3.6 日本武道館ではこの逆片指固めで森島たけしは敗北を喫しました。 WLW 世界ヘビー級選手権試合、その選手権試合でこの森島たけしはこのシングルのボストンクラブで負けてしまうんでしょうか。なんとかなんとかサードロープを求めに行こうとしています。森島がサードロープの方に近寄っていきますが、リング中央に引き戻されました。全身汗びっしょりかいている両者、森島かチャンピオンの森島が意地を見せるか、あるいはチャレンジャーの泉田か。なんとかサードロープに逃れました森島です。本当に苦しいですね、やっぱでもチャンピオンの意地ですよね、ここは。さあヘッドアウト、もう完全に試合を今に進めているのは大外刈り、この大外刈りを放った泉田です。森島さあもう泉田はもうとどまりかかってもいいような状況ですね。とどめにかかってもいいですね。森島押して押して、まだ痛めつけにかかるんでしょうか。さあ森島が右膝に気合を入れて、そして顔面張っていった、3発4発を入れていった、そして雪崩式の攻防になる、ニュートラルコーナーでの攻防になる。さあ森島が雪崩式でブレンバスターを放った。さあこの後をつなげることができるか、この一発が流れを変えていくんでありましょうか。もちろんやっぱこれ大切しないとね、どん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 やっぱり膝にきますからね。森島としては長期戦に行ってはいけないわけですよね。はい、そうですね。さあ、ラリアットはゴブとゴブ、かばした、画面張った、そして森島はどうするか、あしかし、泉田、ラリアットショートレンジラリアットからカバーに入った、どうだ、貫突、やはり森島はここぞという時のパワー、パワーありますからね。さあバックドロップの内勢だが、これはかわしている、顔面にキックを放った、2発放って、そしてふらつきながらも自らロープに飛んだ、そしてあーっとストラップガーサー、サイドから潰していきました。カーと右膝でいきました、右膝でいった、キックを放ってからカバーに入った、これは右膝でいきましたね、意地ですよね、あそこまでやられててね、そしてバックドロップ、豪快なバックドロップです。そして上に乗ってカバーに入った、返せるか、カウンター2です。この森島のバックドロップっていうのはどうなんですか。いや聞きますよ、森島のバックドロップはもうまっすぐ落とされますからね、このバックドロップで数々の勝利を奪ってまいりました。そして拳を握ってラリアット、しかし泉田も倒れません、もう一度いった後頭部、そしてもう一度バックドロップ、スイートクラッカー、カバーした、どうだ、防衛か、2度目の防衛成功、森島たけし、垂直落下のバックドロップ、一発で勝利を奪いました。なんというバックドロップか、一発で動きを止めました、垂直落下バックドロップ。いやー、戦慄のバックドロップでしたね、いい角度ありましたね。ポストメイベント WLW 世界選手権に猛攻されながらも、それを受けながら、最後は必殺のバックドロップ、垂直落下、あの泉田純139キロを真っ逆さまに落としました。いやー、それにしても139キロ泉田純をあの角度で落とすっていうのは、まあ、森島の体重もね、はい、相手にかかってますからね、かなりの衝撃があったと思いますね。立派な WLW の世界ヘビー級、まあ、今の状態では一番いい試合っていうか頑張ったんじゃないですかね。右膝はご覧のようにテーピングがされています。秋山さんの話によりますと、靭帯が切れていると、甲十字靭帯が切れてるみたいですね。甲十字、はい、膝の裏側ということ、そうですね、その状況で見事な防衛を果たしました。そのチャンピオンの声を聞きましょう。